チャーミー、今日も皆さんお疲れ様です。こんばんは。今日はチャーミーです。確かめっちゃこの服久しぶりに着た。ちなみに、おお、え、ちょっと待って、あ、ゴーパブリックさんありがとうございます。お、え、たくみくんありがとうございます。少々お待ちください。今日はね、稽古をしてきました。あと今レッスンをしてきました。うん、ありがとう。ちょっと待って、見落としてる。あ、大成くんありがとう、ありがとうございます。今日の朝はそんな早くなかったです。大丈夫。めっちゃ見やすい。ゴーパブリックさんありがとうございます。撮った撮ったありがとう。ちょっと待ってくださいね。みんなは今日何してたんですか？今日寒かったよね、めっちゃ。たくみくんありがとう。三つ編みも久しぶりにしたし、この服も久しぶりに着た。全部久しぶりの人。大成くんありがとう。イエイ。あ、もう一個。ナックさん、ナックさん、ナックさん、合ってるかな。ナックさんありがたまです。ありがとう。はい、他のコメントしてくれたりとかギフトとか全部全部ありがとう。そうですね、今日はいろんな発表があった後、初めてなんですよ。だからちょっとだけしかできないんですけど、お話します。あと握手会のお話をしたくて、お、岩もっちありがとう。体調崩さないように頑張ります。
なんか最近風邪かな、みんな喉がっていう子が多くて心配です。みんな大丈夫かな。みんなは平気？あ、横になっちゃった。岩もっち、ありがとう。今日寒かったよね。私も寒かった。今のところ平気。お、え？暖かくしてます。お、ジュリちゃん、ありがとう。アイス。アイスの季節になったねって言おうとしたんだけど、私ずっと食べてたわ。年中無休で食べてました。冬もアイス食べてた。ジュリちゃん、ありがたわです。ありがとう。今日アイスクリームの日なの？あ、そうなんだ。え、食べなきゃじゃん。帰りに買って帰ろっと。抹茶はなんか大人の味がするので苦手です。あ、そう、まだお家じゃないです。テテラワードさん、ありがとう。握手会、ちょっと寺バードさん、ありがたわです。ありがとう。イエイ。お洋服は全然決めてなくて、まだとりあえずあの先日発表された64枚目シングルのセンターに選んでいただきました。あの発表された時、発表していただいた時はまだ TikTok 撮影って聞いてて、なんか本当にめっちゃラフな格好で行っちゃって、すごいそれめっちゃ悔しいっていうか後悔してるんですけど、本当にあの Twitter じゃない X でこう言わお伝えさせていただいた通り、あの大切な時期ですし、私自身もこう昇格させていただいてから初のシングルなので、なんかこうまた成長できたらいいなって思った時にあのセンターに選んでいただいたので、当日は実感がまだ湧かなくて、そうですね、この間ジャケ写というかあのこの間撮った写真を撮影した時にすごい実感したというか、はい、やっぱり夏夏って感じのジャケ写でした。ジャケ写良かった、うん、めっちゃ嬉しい。もう本当に
なんか全部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 心配でなんかめっちゃ暗い。なんかこうがむしゃらに目の前のことを必死にねやってきたつもりではいるんですけど、そうなんか難しく考えないようにしようって思った。がむしゃらでいきます。今回も愛ちゃんらしく、はいはい、そう本当にジャケシャすっごい楽しくて、あのまだこうみんなに早く見せたいなって感じなくらいすごい楽しくて、早く見てほしいみんなに。難しい。オフショットはまだ載せられなくて、あのいっぱい撮りましたし、あの撮っていただいたので早く見せたい、早く見てほしいけどまだです、まだですね、悲鳴が聞こえるどうした。楽しみにしててください。制服だったね。アーシャ、ジャーケシャ、アーシャ、アーシャ。なんか暗いな。この辺がいいね。曲は皆楽しみですか？まだ私も全然わかんないんですけど、そう今日はとりあえず早く感謝の気持ちを伝えたくて、伝えなきゃって思って配信させていただきました。ごめんなさい、なんか言葉が下手くそで、なんていう難しいね言葉って、難しい。いつも感謝です。あとは今日朝発表されたドラマ星屑女テレパスに出演させていただきます。6月25日からです。誕生日の次の日なんですよ。あ、え、ありがとうございます。めっちゃ通知来てるけど、ねえ帰ってる時にさいつも口開いちゃうんだよね。直したい。なんかリミスタとかサイン会とかめっちゃ口開いてる、本当に嫌だ。ガリありがたわん、ありがとう。たくさん今稽古をしてて、そうですね、今日最終稽古だったんですけど、あのこう選んでオーディション結構何回もして、何回めっちゃ結構やって、私あのいろんな役をみんながこう試してみてっていうのをたくさんやってたんですけど、なんか演技とかしたことなくて、でもやっぱり
昇格したし、新しいことに挑戦したいって時にちょうどオーディションがあったので、そう今日最終稽古までやってみて、まあ、自分じゃ全然わかんないけど成長したねって言っていただけたのがすごい嬉しくて、なんかオーディションで選んでいただいた理由とかも聞けたし、すごいなんか自信につながりました。そうね、飯田研究所のエリコバーグ監督の演技はやったことあるんですけど、あれはあのエリコバーグさんの感性でやらせていただいてたので、そうだから全然何もできないし、まだまだ分からないこといっぱいなんですけど、自分なりに頑張ります。めっちゃね、まあ、これくらいでみんなに見つけるように頑張ってます。そう、もう私も追いつかないくらい、嬉しいお知らせができて本当に良かったし、あの10代のうちにセンターになりたいっていうのは思ってたので、ギリギリ10代です。いつもなんかメールとかすごい返信してくれたりとか、握手会でやってくれたりとか、メールもそうだし、こうやって支えてくれてるんだなっていうのが今回改めて思ったので、うん、なんか自分が返せてるのか分かんないけど、これからもっと応援してくれた皆さんのためにも、 AKB のためにも、私自身のためにも頑張れる一年にしたいなって思ってます。そうなの、17日発売なので、いいなポイントください。いいな17です。17、所長呼んでくれてる、ありがとう。もちろん今のままじゃまだまだっていうのも分かってるし、自分が何も今できてないのは自分でもちゃんと理解してて、そうでも理解してるだけじゃダメだと思うから、もう人一倍 今まで以上に挨拶もしっかりして、感謝の気持ちを持って、一つ一つどんな仕事とか活動でも全部今もというか続けて、ずっと加入してからずっと続けさせていただいてることだけど、一つ一つの活動に丁寧に、進撃に、ちょっと難しい言葉使わないようにしよう。頑張ります。だからさ、でも5月は多分ちょっと1回くらいしか劇場出れないんですけど、ん、紳士にかな、わかんないけど、進撃の、え、わかんない、紳士に取り組んで、いろんな方に知ってもらいたいし、 AKB をもっと好きになってもらえるように、もう今輝いて
るので、もみんな公演とかも、そうだから5月とか1回しか出れないかもしれないけど、嫌いにならないでね、頑張るから。6月もまだわかんないけど、絶対出れたら、休みとかあったら絶対出るので、嫌いにならないでね、嫌いにならないでね。公演出たい、出たい気持ちはいっぱいある、めちゃくちゃ、もうこんぐらい、こんぐらいあるんだけど、あります。おい、サイユン、ありがとう。そこみな、6月、でもね、ドラマ撮影自体はもう6月頃に終わるはずなんです。でも、あ、ん？今週末お話し会か、そこでまだ話せてないこととかあったらお話しますし、もし私が配信でなんか変なこと、なんか進撃とか言っちゃって、ほんとごめんなさい、ごめんなさい。でも変なこと言ってたらほんと言ってね。はい、じゃあ変だったぜ。サイユン、サイユン、ありがたわ。そう、なんかほんと変なことあったら言ってください。変なことだらけだけど、拍手は今回手袋がないってことで、私たちはほんとお話し会からスタートしたので、拍手会のこのほんとにオリジナルというか、なんて言うんだろう、ノーマルというか、なんていうの、まあ、わかる、そういうのとか、あんまり経験したことないかわかんないけど、楽しみですね。しなんだ、手相とかわかっちゃうね。しってわからんけど、ほくろあります。え、見えない、あ、ここ、手、なんだっけ、手のひらにあると幸せをつかむっていうらしいよ、そういう意味。手相とか見れちゃいます。なんか手相占いできる人いたら教えてください。そう、ほんとこれから頑張ります。生命線わかんないけど、もう諦めてんの。手相はもう諦めた。これからも応援よろしくお願いします。本当アリちゃん、アリちゃん、アリちゃん、アリちゃんってコメントで言うか読んじゃった。アリちゃんは。ありがとう、アニチョス。アニちゃんは意外と泣き虫ですし、知ってるか、知ってるか、泣き虫ですし、めちゃめちゃ考える時間が長い、考える人みたいな、本当考えるくらい、めっちゃ考えないと。思考がまとまらないと動けないんで、めっちゃ行動遅いですもん、いつも。
みちゃん不安になるんだ。不安になりますよ。めっちゃ今日とか本当に本当に今日怖かったの。朝本当に遅刻する夢を見て、 お仕事に怖い、思い出しただけで怖いもん本当に。まあるあるだよね。でもなんか失敗する夢とか見ちゃう。なぎちょす、なぎ、噛んじゃった。なぎちょす、ありがたわ。じゃあ11時までにします。みんな 寝たいよね。とりあえずさ、みんなのあのなんだ、見てみたい服装とかを知りたくて。ちなみに私がプレゼンすると、浴衣は着ようって思ってて、2日間くらい。なんか昨日だっけ、 X で何色が好き、何色が私に似合うかなみたいな言ったんですよ。でもそのツイートじゃない、ポストした後に気づいちゃったんですよ。私浴衣って言ってないじゃんって思って、だからポストのリプにつなげて浴衣マークをつけておいたんですけど、結構白が多くて、去年は水色を着たんですよ。で結構 AKB の方だとピンクとか赤とかを着ることが多いから、まあちょっと違う色にしようかなみたいな思ってます。紫も似合いそう。着たことないかも。去年の浴衣はね、そう、でも去年は三つ編みとかしかできなく、お団子、ちょっと低めのお団子とかしかできなかったから、また別なのができたらいいなって思ってます。浴衣は7月、あれ私日程足りなくない私ちゃんと買う、あ、全然足りないわ。8月にやろうかなって思ってます。オンラインと握手にするか、握手にするか、どっちがいい？やっぱオンラインの人にも見てほしいっていう気持ちはすごくあって、どう思う？8月は絶対やりたくて、3日か、なんかなんだろう、9月の14、15、21、22、21、9月ってさ、すごい微妙だなって思って、すごく9月21、14、15の方がオンラインだっけ。はい、あ、あいや、幕張メッセ、ほえみんな日曜ならいい？この日曜、じゃあ25の握手会で握手きます。25です、25。浴衣、まあ24、25どっちも浴衣でもいいんだけど、みんなが飽きなければ全然浴衣私も好きなので、いろんな髪型してもいいし、もう浴衣すぎてもあれかなって思ったの。でもみんなに見てほしいっちゃ見てほしいよね。よー、うん、
子出てきた。え、そう、なんか私お洋服をこうバッと決めてたんですけど、お洋服もだし髪型とかも決め、逆にあのお洋服じゃなくて髪型を先に決めて、お洋服は秘密っていうのでも楽しいかなって思って、待って、萌えさんありがとう。2個だ、2個分。あといっぱいあといっぱい、萌えさんありがたわです。ありがとうございます。どうしよっか、みんながいいならいいけど。下の方にもいた？嘘。ちょっと待ってください。あ、ヨッシーさん。ヨッシーさん。ありがとう。ありがとう。ちょっと待ってね。あ、ありがとう、教えてくれて。ガンちゃん。よし。優しい。みんなありがとう。ガンちゃん。ヨッシーさん。ありがとう、ありがとうございます。おおい、こっちのこっちでやると手が見えちゃうんだ。あのうちはねあんまり器用じゃないので、あ、ん、器用なところと器用じゃないところがあるので、髪の毛も頑張ります。なんかこの間ホテちゃんがやってたよね、コロネツイン練習みたいな。そう、なんかツインテールはよくあのハーフツインとかツインの日を作ってほしいっていうのは聞いてたの、聞いてたっていうか、いろんな握手会とかでも聞いてたので、いい、それはすごくいいなって、私もしてみたいなって思いました。あとまだ日にちは決まってないんですけど、そらちゃんと、そらちゃんとおそろしたいなってお話ししてて、ララちゃんと、それはね結構可愛い綺麗めな系で私服です。あとはエリちゃんと星空橋でなんかやります。多分オンラインかな、こんな握手会かな、なんかまだ全然決められてなくてごめんね。またそうね、こんな短時間じゃ決まるわけもなかった私が、とんでもね、まだ全然、私も全然決めてなくてお話もしてなくて、言ってくれたのがこの2人と3人というか、エミちゃんも言ってた？まあ別にいいんだけど、言っても振り替えもまだやってなくて楽しみ、振り替えの、確かにズキさんのお下がり行きたいですね。確かに、でも長袖になったから、いや着るなら9月かな。まだね、ハンガーにかけて置いてある宝物すぎても触れん本当にもうどうしようって感じですよ。
9月末に、うん、じゃ6月あ、そう、なんか6月29は誕生日近くなので勝手に誕生日っぽくします。誕生日な私、誕生日な私って何、生誕って言ってやっぱ握手会で来た方がいいのかなって思ってる。ケーキは被らないよ、ケーキは被らないけど、うーん、13か14どっちがいいかな。え、今のまたは、ちょっと待ってね。あー、ありがとう。海星くん、ありがたわです。撮らせないスクショさせない。とりあえず見たいのは、え、そらちゃんの星空のお揃いと星空橋。とツインテールの日早めに教えます。すいません、すいませんとか言って、星空橋ね、あの星空の日はまだ決めてなくて、星空橋も決まってないけど、握手会やりたいってゆりちゃんが言ってた気がする。なんかすごい暑い日に暑いものをしようとしてた気がする。ツインテールの日、高めツインの日にするか、ツインテールの日にしてハーフツイン、もしと、まあ、うん熱日にするか、うんうん、難しいな。まあ、ツインテールの日にします。と、私最近秋とかはベレー帽が好きなので、ベレー帽とかそういう系に合うお洋服を着たくて、どうですかベレー帽とかあの、うん、ハーフツインもお願いだって。うん、わかった。ベレー帽いいかな、どう、秋めいていてよき、うまうますぎる。え、いいですかベレー帽、めっちゃ好きなんだよね私ベレーの日。おべ、あのさ、ウェってなっちゃうんだけど、ウェってべ、べってさ、ビーだよね。あの、iPad でやってるからさ、なんか出てこなくて。浴衣、星空橋、ツインテー、ベレー帽と何がいいかな。おニューのベレー帽絶対に新しく買う。全部お洋服は新しく今回は買いたいなって思ってます。ちょっとね、季節も変わったし、あ、そうだ、生誕 T シャツはあのお任せします。いつがいいですか。握手会で着たいと思ってて、オンラインもいいよね。うん、でも握手会でみんな来てたら面白いかもえ、みんな生誕 T の英語の文字わかりました。13か14 13。あのじゃあ13かな、多いのは13。誕生日明け握手なら13だって。確かに13が初日なので、13に
セイタンティーを着させていただきます。で、7月14日は13はもう決定です。そうね、14悩むね。制服？なんか制服多いですね。そうね、アップティーと間違わなきゃ間違わないように しようお互い。生誕ティーの日の髪型は決めません。もうドラムの衣装は絶対着れない衣装なので。29が一番、でも誕生日一番近くて、だからあれかな、誕生日ですみたい痛い、オンラインでこれは痛すぎない？ちょっとどうしよう、ちょっともうすぐ終わっちゃうので、でとりあえず出そう、ね、誕生日近いと難しい。あ、わかった、64枚目のシングルにかけて何かしよう。ジャケシャ風の制服、おー確かにね。あ、ティアラ、確かにティアラね。キッキってさ、ピッキッピッ、あっちってなっちゃう。いや、うん、ジャケシャ風の制服、確かにいいですね。そうね、じゃあそうね、そうなると制服になるのかな、ジャケシャというか、あーしゃプリンセス。結構可愛い系で攻めてるので、かっこいい系一日あってもいいかなって思ってる。確かにロッテのユニフォーム絶対、マジでさ、じゃあマジでさ、じゃあやっぱホームがいいから幕張メッセかな、するならロッテの今年のマリン、あのサマーかっこいい系と、あとロッテ幕張で絶対するってことは21か22ですねわ、待って、甲子園あるじゃん、待ってください、本当に楽しみになってきた夏が。ツアーもあるしね、めっちゃ話すことあるね、私たち話題がどんどんさ、ツアーやって握手、ツアーやってオンラインみたいな感じじゃない？いや、あるよね絶対ロッテ戦、だって幕張だもん。22は最終日なので、できないというかやんないけど、21とかね、ロッテ絶対。うん、サマユニめっちゃいいんですよ。どんな球団のユニフォームで着てもいいですよ。全然ロッテ負けないんで、ロッテさんマジで負けないんで。22は最終日なので、じゃあ逆に今回は22は丸日にしておこうかな。いや全然やめな、争うんじゃないよ、みんなで
推しチームを応援するべく。もうさ、色鮮やかになりそうじゃない、こうユニフォームとかさ着てたら面白いことになりそうだけど、もう終わっちゃう。とりあえずこんな感じでかっこいい系とかね入れといて、多分オンラインとかでもちょっと聞かせていただきますね、今週のとか。全然どこでも天使のお便りってハッシュタグつけてくれれば全部リクエスト見るんで、あとインスタのストーリーとかでも募集しておくね。え、マジでコヒノがくらいイケメンだったよね、本当に。コヒちゃん可愛すぎたもん、あれ。私はでも学ラン似合わなそうなので、学ラン似合わないです。え、どうしよう、めっちゃ似合ったらどうする、かっこいい、かっこいい系。あ、んでもさ、うん、イケアイちゃん、かっこいいアイちゃんね、ちょっとかっこいい私多分。めっちゃかっこいいです、実は。多分みんなね好きになっちゃう。かっこ、あの好きになっちゃうと思う、かっこいい系のアイちゃん見たら。そうだね、そんな感じで今日は終わらせていただきます。12時3時になっちゃった。もうみんな寝る？どうしよう、今から帰る。一応今決まってるのは7月13日土曜日、生誕 T シャツ着させていただきまして、そうね、8月のオンラインと握手会でどっか浴衣着ます。オンライン1、浴衣1が一番いいかなって思っててます。ますと候補で出てるのはロッテユニで、星空でお揃いと星空橋ツインテベレーボジャケシャフかっこいい系リアラ、こんな感じです。頑張ります、頑張って決めます。ユージュだけど、みんなと一緒に毎年さこうやってやらせていただいてるので、やっと決まるって感じ。本当に遅くてごめん決めるの本当に遅いから、今握手会終わるまでに決めます。日曜日までに、絶対日曜日までっていうか日曜日の夜までに。ありがとう。それではランキングを、やばい、え、なんか声聞こえる、いっぱい。もっちー、もっちー、もちもちもち、お腹空いてきたな。もちもちもち、ありがたわです。それでは皆さんありがとうございます、見ていただいて。どこで見るんだこれは、あった。それでは発表させていただきます、いきます。13位、川柊さん、ありがとうございます。12位、ナイチョス、ありがとうございます。11位、ジュリちゃん、ありがとうございます。今日はアイスの日。10位、ガンちゃん、ヨッシーさん、ありがとうございます。9位、たくみくん、ありがとうございます。お、こっちが、こっちだった。8位、ガリガリ、ありがとうございます。7位、ちょっと待って、名前が長い、どうやって見るの？
ピラバードさん、ありがとうございます。ありがとう、おめでとう、ありがとう。6位、ナックさん、ありがとうございます。合ってた？センターおめでとうだった。たぶんさっき言ってピラバードさんだった。6位、ナックさん、ありがとうございます。5位、岩もっち、ありがとうございます。4位、サイユンさん、サイユンさん、サイユン、ありがとうございます。3位、ゴーパブリックさん、ありがとうございます。2位、萌えさん、ありがとうございます。1位は、大成くん、ありがとうございます。拍手の風でこんな目になっちゃう。ありがとうございました。それでは、みんな早く寝てください。今まで配信してたのに、早く寝てください。ありがとうございました。これからもどうぞ末永くよろしくお願いします。とりあえずこの1年頑張っていきます。どうぞどうぞよろしくお願いします。つむじ、おやすみなさい。明日もメールいっぱい送ります。昨日は連投してごめんなさい。本当にめっちゃ不具合あってびっくりした。バイバイみんな、おやすみ。ちゃんと寝るんだぞ。寝落ちしちゃダメだよ。バイバイ、おやすみ。バイバイね、バイバイ、バイバイ。早く切れて。じゃあね、おやすみ。